ID card の反応を捉えた以上確認する必要がある。それが我々の任務だ。ここなら食い物にはことかかん。隠れるには絶好の場所だな。もしかするとドクターを食っちまったゾンビが ID をぶら下げているのかもな。どっちにしろそろそろご対面と行きたいところだ。各自、散会して捜索に当たれ。臭いな、何の匂いだ。反応が移動してるぞ。ドクターはまだ近くにいる。待て、中はこのありさまだ。外へ回って車でならすぐ追いつく。ノーマン、エド、車に戻れ。あんな化け物がいるなんて俺たちは一言も聞いてなかったから。やめろ、私には関係ない。本社の偉いさんだか知らんが、口の聞き方に気をつけろ。こっちは部下を殺されて気が立ってるんだな。
死んだロベルトの代わりに後方機銃を担当しろ。ど真ん中に一体何があるってんだよ。ここが最も反応値の高いポイントだ。多分地下にいる。エド、お前は残って脱出路を確保しろ。了解。かくれんぼもこれで終わりですね。鬼が3人も迎えに行くんだ。必ず連れて帰るさ。ちょっと待て。反応が停滞してる。この先じゃない。ここに入り口を作れるか。どうするつもりだ。これで手がかりはなくなったぜ。構わん。任務は終了だ。直ちに撤収する。撤収？任務は終了とはどういう意味だ。このデータさえ回収できれば十分だ。研究中の新型ウイルスに感染したキャメロンが自らに施した遺伝子治療、自己復元プログラムの成果だよ。なんだと？どうやら治療自体は失敗に終わったようだが、醜く変化していく姿を見られたくなかったから彼女は我々から逃げ回っていたんだ。ドクターは用済みということか。まだわからないらしいな。倉庫でミンチになったあの化け物がドクターキャメロンの慣れの果てだったんだよ。
よくも間抜けな役回りをあてがってくれたな。胸クソが悪いぜ。エド、引き上げるぞ。上に異常はないか。小動物を介した二次感染だ。キャメロンの遺伝子と融合した新型ウイルスは感染者の体内で自己復元を行ったのだ。自己復元？どういうことだ？そう、ウイルスと共にドクターは永遠に生き続けるということさ。うわ！
あの倉庫でバラバラにされた後も私はずっとあなたたちを見張っていたわ。思った通り、私の研究につられて捜索隊が派遣されてきた。私にとっては新鮮な実験材料。私は人間に戻る研究を続ける。そのためには何度でも生き返る。アンブレラ、このデータを渡さない。